はい、せーの、完成です。せーのって何？せーのって何？せーの、完成です。無事にね、できましたね。来たね。来ちゃったよ。入るかな。
チャリはいわゆるママチャリとかシティバイク、英式バルブ多いから、スポーツバイクの人にはゆかりないかもしれないですね。クロスバイクとかロードバイクとかの人はゆかりないんですけど、ママチャリは英式、こういうバルブね。計画みたいな。計画ってことじゃないけどね。で、こういう風に折りたたみでね、ついてるから持ち運びも楽と、転がしていけるっていう。あ、そう。あ、そう。そのため、こう折りたたんだ時にこういう風になって。おー。あー、なるほどね。あとはもうこのサビ、サビとかを取る、一回分解して取りたいなと思ってる。うん。うん、こういうクイックリリースのとことか。なやつは取り寄せして、とりあえずペダル変えたいんだよ。ペダルとサドルはなんとなく気分的な話で、結構傷んでるっちゃ傷んでるからね。で、このバー、もしかしたら個人的な感じでブルーホーンとかにするかもしれない。こういうやつね。いやん、そんな角出てるやつ。ブルーホーンにしようかな。ブルーホーンにしよう。じゃあロードにする。これバーハン、あのドロハン、ドロハンとかにする。
普通のでいいよ。ドロップハンドルにしたらいいじゃん。まああとは何キロ走る、これ結構ね古いやつだから距離はそんな走れんよね。確か20ぐらいだけど、重量がもともと軽いから普通のコインでも全然いける。13キロぐらい、うん、全然いける全然いける。私電動じゃなくても別に重たくはない。この自転車もちょいちょいお買い物カーとして登場すると思いますので、うんうん、また綺麗にしたら動画作ってお見せします。カスタム内容ね、うん、はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。急遽撮影しよう撮影しよう。